次に前原誠二君。委員長、国民民主党の前原誠二でございます。防衛力の財源確保法の質疑の前に、植田新総裁にお越しをいただいておりますので、金融政策について質問させていただきたいと思います。議員運営委員会の意見聴取のときに、お尋ねしたことの確認に一つなるわけでございますけれども、平成25年1月22日に発表されました政府と日本銀行の共同声明について、新総裁として見直しや新たな共同声明の発出は必要ないという、お考えに変わりはありませんか。その点についてご答弁ください。植田日本銀行総裁。失礼します。お答えします。議員ご指摘にありました共同声明でございますが、デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のために、政府と日本銀行がそれぞれ役割をしっかりと果たしながら連携してマクロ経済政策の運営に当たることを目指したものでございます。その下で日本銀行は 2% の運転の目標をできるだけ早期に実現すること、そして政府は機動的なマクロ経済政策運営に努め、日本経済の競争力と成長力の強化に向けた取り組みを具体化し、これを強力に推進するとともに、持続可能な財政構造を確立するための取り組みを着実に推進することとされております。2013年以降、政府と日本銀行は共同声明に沿って必要な政策を実施してきたところでございます。その下で我が国の経済物価は着実に改善し、デフレではない状態を実現しました。そういう意味で共同声明の考え方は適切であり、直ちに見直す必要はないというふうに考えております。この点、先日就任にあたって総理にご挨拶に伺った際にもそうした認識で一致したところでございます。以上。前原誠二君。この共同声明に基づいて、それぞれが役割を果たす、今植田総裁おっしゃったわけでございますけれども、私は日銀は責任を果たしてきたと思います。むしろ責任を果たしてこなかったのは私は政府の方ではないかと考えております。共同声明にはこう書かれているんですね。政府は我が国経済の再生のため機動的なマクロ経済政策運営に努めるとともに、革新的研究開発の集中投資、イノベーション基盤の強化、大胆な規制制度改革、税制の活用など思い切った政策を総動員し、経済構造の変革を図ると、こう書かれているわけです。じゃあ、この10年間、革新的な研究開発への集中投資、イノベーション基盤の強化、大胆な規制制度改革は行われてきたと今、総裁は考えられますか。植田日本銀行総裁。政府の施策について事細かにコメントするのは差し控えたいと思いますが、例えば構造改革の面では働き方改革などによりまして、女性や高齢者の労働参加が進み、生産年齢人口が減少する中でも雇用の大幅な増加を実現するなど、経済の成長力の強化に寄与してきたというふうに考えてございます。前原誠二君。私はそれぞれ役割を果たすということで、新総裁にはぜひお願いしておきたいのはですね、甘い評価をしない方がいいと思いますよ。しっかり政府に対してやっぱり厳しい態度で臨まないと、政府に対して遠慮するということであれば、私は新総裁の船出というものは非常に危ういものになると。この10年間総裁は日銀の上に関わってこられなかったわけですから、客観的にやはり私は判断する立場にあると思いますし、我々もそれを期待してですね、同意人事には賛成しているわけです。したがって、甘い判断を私はすべきではないと思うんですね。で、すべてだめだったかというふうに言うつもりはありませんが、客観的に日本の置かれた状況というのをいくつかの指標でお話をしたいと思います。まずスイスの研究機関、シンクタンクに IMD というのがあります。国際競争力ランキングというのを毎年発表していますけれども、
これは63の国地域を対象としたものでありますが、30年前は日本は連続、4年連続1位でありました。最近は34位とか、そういったところをうろうろしているということで、63のうち34位ですから、中東、中流国にも落ちてきているということであります。また、これもよく私がこの国会で取り上げる指標でありますけれども、世界の上場企業の時価総額ランキングというものでありますが、30年前、ほぼ30年前、1990年は、日本の企業が上位50社には32社入っていたんですね。じゃあ、2023年、今はどうなのかというとですね、1位が日本の企業の時価総額ランキングの1位はトヨタ自動車ですよ。これ、じゃあ、世界で何位かというと、53位ですね。じゃあ、その次の会社っていうのはどこかというと、114位のキーエンスまで 見当たらないんですよ。で、去年は92位だったソニーが121位までランク落としていると。そして131位の NTT。ちなみにこの1990年の時価総額ランキングで世界で1位は NTT ですから、その NTT が今は131位。そして182位がファーストリテイリング、ユニクロですね。そして、183位が三菱 UFJ のファイナンシャルグループということでありまして、200位まで広げてようやく6社入っていると、いった状況。1990年は、50社までで32社が日本の企業だったと、いうことであります。これではですね、30年間賃金が上がっていないと、いうことも、頷けるわけであります。じゃあ、これからの企業としては、ユニコーン企業、ユニコーン企業でも上場して落ち込む会社もありますので、これがすべていいということではありませんけれども、一つの指標として申し上げます。2023年3月時点でのユニコーン企業数は、全世界で1207社あるんですね。で、そのうちアメリカが654社で 63% 以上。中国が続いていて169社で、インドが70社、日本は6社と、いうことでございまして、非常に寂しい状況であると、いうことであります。もう一つ、挙げたいと思いますけれども、イギリスの教育専門誌、タイムズ・ハイヤー・エデュケーションというのが、毎年世界の大学ランキングというものを出しておりますけれども、東京大学は何位かというと、世界の中で39位、京都大学は何位かというと68位、その他の大学は200位の中に入っていないと、こういう状況であります。こういった状況を見るとですね、革新的な研究開発の集中投資とか、イノベーションの基盤強化、大胆な規制制度改革が行われてきてたら、こういう状況になってないと私は思いますが、もう一度お尋ねします。本当にこういった10年間の、この日本銀行と政府の共同声明で、政府が役割を果たしてきたと考えられるかどうかということと、じゃあ、今申し上げたような日本の状況を、変えるためには、総裁は何が必要だとお考えになっているのか、お答えをいただきたいと思います。上田日本銀行総裁。繰り返しになりますが、政府の政策について、こと細かにコメントするのは、適当でないと思いますが、日本銀行の立場からいたしますと、やはり、私どもとしては、物価安定という、経済のインフラを、今、不十分ではありますが、目標通り着実に、達成するように努力していく。それが達成されることで、民間の企業家計はその持てる力を十分に発揮することができ、生産性を上げていくような努力を安心して続けていくことができる、そういうふうに考えてございます。前原誠二君。政府の政策についてことを細かく言う立場にはないということでありますけれども、じゃあ物価の安定目標というのは日銀だけで達成できるんですか。上田日本銀行総裁。お答えします。
金融政策はもちろん、経済財サービス市場の総需要を刺激するという政策でございます。それによりまして、物価賃金にプラスの影響を与え、徐々に、インフレ率を引き上げていくという政策でございます。でその際もちろん政府サイドから構造改革等により生産性を引き上げる、それにより潜在成長率も上がるというような施策が、力強く実行されますと、それによって私どもの物価目標の達成の可能性も上がる、あるいは早くなるということは言えるかと思います。ただ現状におきましても、経済に、そういう意味で物価賃金の上昇という意味で良い目が少しずつ出始めておりますので、時間はかかるかと思いますが、金融緩和の継続により物価目標の達成に近づいていくというふうに考えてございます。前原誠司君。なんで政府と日本銀行で共同声明を結ぶのかと、これは民主党政権で結んだわけでありますけれども、つまりお互いが努力しなければその目的が達成できないから共同声明を結ぶんでしょ。だからその共同声明を結ぶということは、お互いが努力をする、努力をし合うということになれば、自分たちが頑張っているんだったら政府に対してこと細かく言う必要はないということじゃなくて、言わないといけないのではないかと私は思いますけどね。そうじゃないと、いつまでも、総裁の任期は5年ですけども、物価安定の目標は達成できないかもしれませんよ。そして5年間経って結局、言ってみればずっと金融緩和を続けていたと、いうことで終わりっていうふうなことになりかねない話ですよね。つまりは政府と日銀で共同して、日本の構造改革に取り組み、そして日本銀行が抱える物価安定目標に到達をするといったことじゃないんですか。だったらちゃんと政府に対してものを言っていくべきだと思いますけど、いかがですか。上田日本銀行総裁。もちろんいろいろな場で政府と日本銀行は意見交換をしてきておりますし、今後もしていくつもりでありますので、その場で適切な政策の分担その他については十分、議論していくつもりでございます。前原誠司君。もちろん政府と話をされるということもそうでありますけれども、ここはいわゆる立法府は国権の最高機関です。国権の最高機関に、参考人としてお越しをいただいて、ここでお話をされるということは国民に対して、しっかりと説明責任を果たされるということでございますので、政府とこそこそという言い方は悪いかもしれませんが、政府と話をして終わりではなくて、日銀としてはどう考えるのか、政府に対してこういうことをしっかりと伝えるということを、やはり国会の場でも言っていただかないと、国民には伝わらないわけですよ。日本銀行は何を考えているか、それを伝えられるのが、総裁の役割であり、そしてマーケットに対するメッセージになるということでありますから、そこはしっかりと政府との関係だけじゃなくて、こういった場にも政府に対して、私はしっかりとものを言っていただきたいということは要望しておきたいと思います。その上で、物価上昇をしっかりと、物価目標を安定的に達成するためには、私はやはり、賃金が上がることが必要だと思いますね。そして先ほどの話ですけれども、革新的な研究開発の集中投資、イノベーションの基盤の強化、こういうためにはやっぱり人的投資というのが私は必要だと思います。だからこそ我々は教育予算の倍増と、そして賃金の上がる経済の実現ということを、我が党としてはずっと申し上げているわけでありますけれども、特に賃金を上げるのにはですね、今から申し上げる3つのことが私どもは必要だと思いますけれども、それについて総裁のお考えをお聞かせいただきたいというふうに思います。まず1つは、世界水準で見ても相対的に低い最低賃金の引き上げです。最低賃金というのは、無理やり上げても、これは中小零細企業がついてこれないという場合があるかもしれませんが、現実的にしかし着実に最低賃金を上げていくということが必要だと思います。やはり我々よく一般の方々からお伺いするのは、
まともに働いても食べられないってどういう国なんだといったことを聞かれます。あるいはお叱りを受けます。やっぱりこれは最低賃金が低いということが私は大きなポイントではないかと思います。そして二つ目には、私はもうこの委員会で数度取り上げましたけれども、年収の壁、つまりは社会保険料の計らわなきゃいけない、まあ、言ってみれば壁っていうのが、まあ、大体106万と130万円で来るわけですね。今まで30年間で実は、パートアルバイトの時給というのは 29% 上がってるんです。だけども、総年収というのは、4% 程度しか上がってないんですね。じゃあどうなってるかというと、働く時間が 19% 減ってるんですよ。つまり年収の壁があるので、これだけ労働力が不足をしている状況の中で、働く時間がむしろこの年収の壁があるために、まあ、減っていっているというのは大きな問題だと思います。それからまあ先ほどの教育の問題というのは、ただ単に子どもの教育だけではなくて、リカレント教育あるいはリスキリングといった大人の学び直し、それをしっかりやるということが、この公的支援としては3つ大事だと思いますけれども、総裁のお考えをお聞かせいただきたいと思います。上田日本銀行総裁。委員おっしゃいました3つの点でございますが、いずれも賃金あるいは、労働需給周りに非常に重要な影響を持つポイントかと思います。ただ日本銀行としてこのそれぞれについて具体的なコメントを申し上げるのは差し控えさせていただけたらと思います。ただこのそれぞれのポイントに関する動きがあった場合に、賃金動向あるいは物価動向にどういう影響があるかということは常に注意深く見守りつつ金融政策運営をしてまいりたいというふうに思っております。前原誠司君。まだまだ固いご答弁でございますけどまあだんだん慣れてきて柔らかく、もっとなっていただくことを期待をしておりますけれども、まああと加えてですね、この賃金ということで申し上げると、私は過度な株主への還元というものも見直すべきだと私は思っているんです。ずっと思ってたんです。で、岸田総理が、総裁選挙に出られたときに新しい資本主義ということを言われた、これはまあ三方よしというふうに私は見ていてですね、株主にもいい、会社にもいい、従業員にもいい、あるいは社会にもいい、まあ、三方でなくもっとたくさんになりますけれども、みんなにいいというのが私は本来のあるべき姿だというふうに思っていて、それをやられるんだったらいいなと思ってたんですが、まあ、所得倍増がいつの間にか資産所得倍増になってですね、ちょっと方向性が変わってきたなというふうに思うんですが、その問題意識を私が持つことについての、その数値を申し上げたいと思います。この10年間で企業の利益は 88% 増えてるんですね。しかし人件費はたった 3% しか増えてないんですよ。名目ですよ。名目の人件費は 3%。で、物価上昇分を差し引いた実質賃金は、この10年間で 6% 減ってるんです。100だったものが今94になってるんですね。実質賃金は減り続けてるんです、この10年間。で、設備投資はどのぐらいの増加かというと 24%。で、内部留保はこの企業の利益の増加とほぼ同じ 90%。じゃあ、配当がどうなってるかというと、111% の増加、つまり 2.1 倍以上増えてるんですね。名目賃金が 3% で、そして、実質賃金はマイナス 6%、そして、配当はというと 2.1 倍以上増えていると、この 88% 利益が増えている中で、これは私はバランスを失していると思いますけれども、そういった観点もですね、私は、この賃金が上がる経済の実現のためには必要だと思いますが、これは総裁のご意見を伺いたいと思います。上田日本銀行総裁。委員おっしゃいますように、日本経済全体にとっても、例えば人への投資、等によって成長率、成長力が高まるとともに、その果実が賃上げ等の形で幅広く行き渡るということは極めて重要であるというふうに我々も考えてございます。ただ繰り返しになって恐縮でございますが、
個別の政策については政府において判断されることですので、コメントを差し控えさせていただければと思ってございます。前原誠司君。総裁、一番初めに、お尋ねした共同声明の見直しは必要ないということでありますけれども、私は必要だと思います。でそれはやはり政府にですね、これは6月の骨太に入れられるという方向で今、議論がされていると思いますけれども、やはり人的投資の大幅な拡大というのは必要だと思いますし、それから賃金を上げると、どうやったら賃金が上がるのかということをですね、これ、物価上昇と非常に大きな関係を持っているのが賃金だと思いますので、政府に対してですね、この人的投資の大幅な拡大と、そして賃金の持続的な上昇というものは、やっぱり共同声明の中に書かれてですね、しっかりそれを実現してほしいと政府に対して、日銀も頑張るからというふうに私は言うべきだと思いますが、いかがですか。上田日本銀行総裁。繰り返しになりますが、その点を含めまして、政府との議論は密接に続けていきたいと思いますが、現在この時点で事細かに具体的にコメントするということは差し控えさせていただければと思います。前原誠司君。人的投資の拡大と、そして持続的な賃上げが必要だという認識をお持ちですね。それはそれでいいですね。それぐらいお答えください。上原日本銀行総裁。失礼いたしました。それは日本経済にとってプラスになるということは、私どもそういうふうに考えてございます。前原誠司君。はい、安全運転での、初めての私とのやり取り、ありがとうございました。恩恵づけがましく聞こえるかもしれませんが、我々期待して同意人事に賛成して上田総裁になっていただいているわけでありますから、ぜひですね、しっかりと政府に対してもものを言う、政府との相対だけではなくて、こういった国会の議論の場でもですね、ちゃんと国民に対してのメッセージというものも、期待をしたいと思います。総裁、今日はこれでお引き取りいただいて結構でございます。どうぞ。上田日本銀行総裁、ご退席いただいて結構です。委員長どうぞ。前原誠司君。はい、それでは我が国の防衛力の抜本的な強化のための必要な財源の確保に関する特別措置法案について、質問いたします。まず防衛副大臣、お越しをいただいておりますけれども、何度もこれ、予算委員会等で聞かれていることですけれども、全然答えてないことがあります。43兆円の、あるいはこの、対象経費の議論をする際に、具体的な中身は何なんだと。財源の議論をする前に、何に使うのかといったことがしっかりと、我々に伝わらないとですね、財源の議論をすることの、私は議論がちゃんとできないと思うんですけれども、43兆円の根拠と中身について、具体的にお答えいただけませんか。井野防衛副大臣。はい、43兆円という必要な防衛力の内容の積み上げという金額をこちらとして提示をさせていただきましたけれども、その具体的な中身についてですけれども、我が国への侵攻そのものを抑止し、遠距離から侵攻戦力を阻止、排除するためのスタンドオフ防衛能力、これが約5兆円、統合防空ミサイル防衛能力が約3兆円、また万が一抑止が破れ、我が国への侵攻が正規した場合に、領域を横断して優越を獲得し、非対称な優勢を確保するため、無人アセット防衛能力約1兆円、領域横断作戦能力約8兆円、宇宙サイバーに約1兆円ずつ、そして車両艦船航空機等で約6兆円と、この内訳になります。そして指揮統制、また情報関連機能として約1兆円。その上で、迅速かつ粘り強く活動し続け、相手方の侵攻意図を断念させるための、機動展開能力、そして国民保護として2兆円、持続性強靭性として、約15兆円という内容になっています。
まあ、その上で、まあ、自国で装備品を安定的に調達するために、いわば防衛力そのものであるという意味で、防衛生産、技術基盤の強化として 1.4 兆円、また自衛官の処遇改善、防衛力を支える人的基盤の強化などを含む教育訓練として約4兆円、その他基地対策経費として 2.6 兆円ということで、約43兆円を積み上げたという内容となっております。前原誠司君。まあ、それでも具体的だとはなかなか国民は思えないと思うんですね。だってすべて兆じゃないですか、何兆、何兆、何兆って。まあ、その中において、その今後の具体的な、防衛力整備の中身について、もう少し踏み込んでいただきたいと思います。で、この防衛力整備計画、3文書の1つの防衛力整備計画の最後に別表ついてますよね、別表。これは今までも防衛大綱やあるいは中規模などでも別表がついているわけでありますけれども、別表1が抜本的に強化された防衛力の目標と達成時期と、まあ、いうことで、今、副大臣がご答弁をされたスタンドオフ防衛能力とか、無人アセット能力とか、サイバー などの領域横断作戦能力とか、まあ、こういったことが書かれていて、そして別表2にその区分が書かれていて、11個中隊スタンドオフ防衛力とか、統合防衛ミサイル防衛能力14個中隊などなど書かれている。そして別表3にですね、おおむね10年後にどういった防衛力整備、いわゆる装備が、揃えられるかということが書いてあるんですね。こういったところにその予算をもう少し落とし込んでいただくということで、より具体的な43兆円の議論というのができると思うんですが、この別表にですね、できる限りパラレルに43兆円でどういう予算配分がされるのかといったことについてお示しをいただけませんか、この議論をしている最中に。井野防衛副大臣、速記を止めてください。前原先生ご指摘のとおり、まあ、別表等に記載がございますけれども、まあ、これをさらにということは、ちょっと現状、すみません、ちょっと通告いただいてないものですが、事務方と確認しなければなりませんので、現時点で、正確にお答えすることはちょっと難しいということだけご理解いただければと思います。委員長。前原誠司君。これ、やはり具体的な43兆円の使い道というものを考えたときに、具体的に書かれているのは別表なんですね。別表のこの3ページにわたって、どういう予算配分が基本的になされるのかといったことが、私はすごく大事なことだと思いますので、ぜひ、この審議をしているさなかに、そういったことの取り組みを、防衛省から出してもらいたいというふうに思いますが、委員長、お取り計らいをお願いいたします。ただいまの申し出につきましては、理事会で協議をいたします。はい、委員長。前原誠司君。ということですね、井野副大臣、本省に戻って、そういう、理事会預かりになったので、努力をしなきゃいけないんだということをおっしゃっていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。その上でですね、財務大臣に対して質問をさせていただきたいというふうに思いますけれども、決算剰余金というのは、これ、安定財源と言えるんでしょうか。どうお考えか、ご答弁をいただきたいと思います。鈴木財務大臣。決算剰余金につきましては、その時々によってですね、経済の状況等によって、どれぐらい決算剰余金が出るかどうかということは、まちまちになってくると思います。しかし今回私どもがお願いしている、お示ししている数字は、過去10年間の平均を取りまして、そして、それの半分は国債の基金に返すということで、残りの半分、0.7 兆円という額をお示ししているところであります。前原誠司君。なぜそういう話を伺うかというと、
防衛省、そして財務省から示してもらっている表の中に、5年間経ってその以降についても決算剰余金も含めた安定財源の枠があるんですね。つまりは令和10年以降も決算剰余金というものを防衛費増額の安定財源と考えているんではないかというふうに思うわけですけれども、それはいかがですか。鈴木財務大臣。先ほど申し上げましたとおり、決算剰余金は直近10年の平均が 1.4 兆円だったことからですね、これを踏まえまして財政法上公債または借入金の償還財源に当たるべき2分の1を除く残りの2分の1の 0.7 兆円程度を活用見込み額として見込んだものであります。これは過去の実績を踏まえた根拠ある見通しに基づくものであると、そういうふうに思っております。この令和9年度以降についてはこれはまだ確たる見通しはないわけでございますが、こうした過去のこの例を踏まえてこうしたものを確保していきたいと、令和9年度以降もですね、そのように思っているところであります。前原誠司君。この、防衛力の財源確保法において、この43兆円については、建設国債は入りますけれども、赤字国債は、入らないと、借金をして、この防衛財源に充てないということでよろしいですか。鈴木財務大臣。今までの中規模の部分、根っこの部分といいますか、そこの部分には国債が発行して、国債で手当てしている部分がありますが、今度の上乗せの部分につきましては、手当てをしない、国債では手当てしないという基本的な考えでおります。前原誠司君。なぜこういう質問をするかというと、今まで決算剰余金で、補正予算を組んでますよね。補正予算、これから補正予算組まないんですか。組むんだったら決算剰余金使ったら今度から組む補正予算というのは赤字国債で補正予算を組まなきゃいけなくなりますよね。となるとその上の部分は赤字国債を発行しないと言ったって決算剰余金をつまり前借りして補正予算については赤字国債であるということになったら、結局防衛費を増強してそして補正予算を赤字国債でやるんだったら年度のトータルとしては結局防衛費が増額した分だけは赤字国債が増えるということになるんじゃないですか。鈴木財務大臣。決算剰余金が今まで補正予算のですね、財源に使われてきたということはこれは事実であると言っていいんだと思います。ただこれはもう制度的に結びついているというわけではなくて、補正予算のこの財源につきましては編成すべき必要性が生じた場合においてその時々の税収見込みや歳出不要の見込みなどを踏まえて検討をすると、そういうことでございます。確かに今までこの決算剰余金を使っていたわけでありますから補正予算にその分が使えなくなるということについてはですね、一つの厳しさが出てくるということはこれはその通りであると、そういうふうに思います。前原誠司君。そうですよね。だって決算剰余金をこれの防衛財源に使えばですね、補正予算のにをやらないんだったら別ですよ。ただもうずっと補正予算やってるじゃないですか。でトータルで考えるとこの防衛力強化の財源には、赤字国債は上の部分に当てないと言っても決算剰余金を当てている。そして、補正予算については今までその種銭のようなものだった、決算剰余金がなくなる。そうすると補正予算を組むということになると赤字国債になる。単年度で見れば本予算と補正予算で見たら結局防衛予算が膨らむことによって赤字国債がその分より発行されるということになりますよね。鈴木財務大臣。補正予算、必要があるときにですね、これは編成をするということでありますから、そのときに先ほど申し上げましたとおり、その時々の税収見込みでありますとか、歳出不要の見込みなどを踏まえて検討をするということであります。したがって今の段階で補正予算
まあ、今までもやってますんで、やらないということにはならないのではないかと、これ思います。っていうのは自然災害とかそういうのもございますから、ですから、まあ、そういうことの場合の財源については今ちょっとここでですね、確定的に申し上げるということはできない。その時のこの税収見込みでありますとか歳出不要の見込み等を踏まえて十分に検討をして対応したいと思います。前原誠司君。そういう答弁を求めているんじゃなくて、私が申し上げているのは決算剰余金を防衛予算に使ってしまったら補正予算がもう大体毎年やってるわけじゃないですか。補正予算をやった場合においては結局赤字国債を発行するということになるから、この防衛力の増加資金については赤字国債は使わないということについてはまやかしじゃないかと、トータルで考えたら結局赤字国債は増えるんじゃないかということを言ってるということです。それについてお認めになりますね。鈴木財務大臣。まあ、一つの姿勢としてですね、上に乗ってくる今までの中規模のところはもう赤字国債使ってるわけですけれども、乗ってくる部分には使わないということで、まあ、お願いをしているということ、これは、まあ、政府としての一つの姿勢を示していると、まあ、こういうふうにお取り受け止めていただければと思います。でその上で先ほど申し上げましたけれども、決算剰余金今までは補正予算の財源に使うのが、まあ普通といいますか、そういう流れできましたので、まあ、大変にそれに使えなくなるということでありますから、財政上は、まあ、厳しいものになるということでございます。で厳しい状況の中で、どういうようなものを財源にするかということについて言えば、先ほど申し上げましたようなものをするわけでありまして、ただ、まあどうしてもということになればですね、これはやはり、赤字国債の公債のに頼ることを、まあ、排除するということは言えないんだと思います。前原誠司君。まあ、そうなんですよ。その通りなんですね。だからその点は指摘をさせていただきたいと思います。外為特会の剰余金についても質問したいと思いますけれども、この防衛力強化資金に使われる外為特会剰余金は令和4年度と令和5年度のみですか。鈴木財務大臣。決まっておりますのは4年度の剰余金、それと5年度、まあ、進行年度でありますけれども、その中で確実に出るであろうと思われるその剰余金を使うということであります。前原誠司君。まあ、法律なのは令和5年度、まあ、前倒しというか、それについては法律要件が必要であると。で令和4年度についてはもう別に法律は必要がないということで、まあ、この2つしか書いてないので、その5年間のこの言ってみれば防衛力資金強化資金についてはもう令和6年度以降からは外為特会の剰余金は使わないということでよろしいですね。鈴木財務大臣。令和6年度以降における、まあ、剰余金でございますが、これには外為特会のものも、まあ、含まれると理解いたしますが、今般の臨時的な措置も緩和した上で、一般会計繰り入れルールを踏まえまして、外為特会の財務状況、それから一般会計の財政状況を勘案しながら、まあ、今後の予算編成過程で、検討してまいりたいと思います。したがいまして、決まっておりますのは、令和4年度、そして令和5年度でございますが、それ以降につきましては、その時のこの状況、財政状況を勘案しながら、今後の予算編成過程で検討させていただきたいと思います。前原誠司君。ということは、令和6年度以降の外為特会の剰余金も防衛資金に充てる可能性はあるということですか。鈴木財務大臣。まあ、必要に応じて、今からそれを、まあ、蓋をするといいますか、排除するというものではないと考えます。はい、前原誠司君。はい、まあ、これから、長らくまた審議の時間があると思いますので、残余を用意していたものにつきましては次回以降また質疑をさせていただきたいと思います。終わります。